幸せという字の楷書に行きますね。まず若干反る感じかな。縦を上より下を短くですね。じゃあ2倍ぐらいで伏せていきます。この1の幅ぐらいでこの内側に入った点を書きますね。じゃあ1より短め、1より長め、中心から抜いていきますね。じゃあ幸せの行書に行きますね。まず反る感じね。当てて頭を作ってスッと外したら受けて伏せていきます。まあ2つの点を持ってきたら中心あたりですね。丸みを持たせて中心でこう太くして、まああまり止まらずに抜いて、細いから太い、太いから細い、細いから太い。